アビムのロゴマレーシアイスラーム青年運動はアシュタス・アブドゥル・ワホブ・ザカリアによって1971年8月6日に結成されたマレーシアのイスラーム団体。後に副首相、財務省、野党連合の指導者を歴任するアンワル・イブラヒムが代表を務めていた団体として知られている。アビムは国際的なイスラーム復興の傾向の中、マレーシアで組織された。とりわけ、 イスラーム教徒の学生集団であるマレーシアイスラーム学生全国協会が中心となって組織されたアビムは貧困層に対するチャリティー活動や教育プログラムを通じてイスラームの推進を図った。私立学校でありインスティチュートとの呼び名で知られているヤヤサンアンダがイスラーム教育を推進する中心的な拠点となった。アビムの人気は若者たちの間で広がった。 世俗化と西洋化への会議によって支えられた。アビムはイスラーム教徒の学生によるダウアへの参加を支援し、マレーシアにおける共戦活動の初期段階で重要な役割を果たした。アビムは1970年代後半に最盛期を迎えた。アビムは共戦の手法を通じて根本的で本当のイスラームの教えへの回帰を唱えた。 1980年代の10年間は政府との国家建設におけるパートナーシップというコンセプトを通じて新しいアプローチを行った。内部からの改革としても知られるこのアイデアは大いなる成功を経験した。とりわけ、もともとはアビム年次総会で提示されたイスラーム大学とイスラーム銀行の設立というアイデアが実際にマレーシア国際イスラーム大学や マレーシアイスラーム銀行という形で実際に実現していった頃がアビムにとって成功を経験した時期である。名目上は政治団体ではないもののアビムは政府はイスラームの原理によるコンプライアンスに基づく良き統治ができていないとの観点から一貫して政府批判を行った。メンバーは1986年までは4万人にであったが 今日は6万人に拡大している。アビムのミッションに対し、マレーシアのイスラーム教徒が継続的に支援している。アビムは今日、第八代議長のアミジだとアブドゥル・マナンの指導の下若者の強い結びつきと無党派活動が続いている。アビムは、その宗教的正当性を高め、多くのイスラーム諸国の国際 NGO との関係を保つことで、 国際的な認識を得る運営を行っている。国内におけるアビムは、穏健な改革志向を推進することで最も重要な宗教的圧力団体の一つとなっている。ありがとうございます。